はい、ということで、弁当の方から応援メッセージですね。ちょっと中止に至った経緯というか、僕の考えに関してはですね、ピッ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 。今、エレベーターで撮ってるんですよ。もうどうしてもここでしか撮れなかったんでね。ちょっとエレベーターは電気が消えてしまいますね、途中でね。開けたり閉じたりっていうのをやって、めちゃくちゃ電気を無駄遣いしているんですけれども、まあちょっと固定コメントの方に載せさせていただきました。で、まあ、なんやろうな、もうここまで頑張ってきた生命力を、まずは、なんやろうな、拍手してほしいですよね。なんか、小学校6年間、中学校3年間、高校3年間、まあ、どれだけ勉強を真剣にやってきたかどうかはわかりませんけれども、まあ、勉強に限らず何か中学生になって、思春期になって、何か、なんやろうな、友人関係で悩んだりとか、まあ、小学校の頃もそうだね。まあ、僕なんかは、なんやろう、面白くないってめちゃくちゃ言われてて、小学校の頃はね。で、どうやったら面白いことが言えるかっていろいろこう考えてたんですけど、中学校3年間もおもろないっていうふうに言われて、高1で初めておもろいっていうふうに言われて、今は別におもろないっていうふうになんか言われ始めてるんですけど、また。まあ、なんか、いろんな歴史があって、いろんなドラマがあったと思いますけれども、まあ、一旦それの結果が出る日なのかなっていうふうに思います。なので、まあ、なんやろうな、むずいけどな、運命最善になりますから。失敗なんていうのは世の中にないんですよ。失敗なんていうのはない。ごめんね。僕今、めちゃくちゃ忙しくて、めちゃくちゃ疲れてて、めちゃくちゃ、それでも仕事をして、限界人間なので、尻滅裂だと思うけど、普段僕が言ってるようなことが、僕が言いたいことの全てでございます。っていうか、まあ、浮かれんばの歌詞に書いてるのが僕の全てだね。なんか、もう、20年前後の思いをありったけに回答用紙に詰めてきてください。ダメですよ。大学からしてください。お願いしますっていうふうに回答欄にブルーって書いてね、提出したらそれは罰ですからね。あくまでも自分が正解やと思うものを回答しんですけども、その正解やと思うものに魂込めて頑張っていただければなというふうに思います。みんな応援してます。結構本気でガチで応援してます。じゃないと、あんな批判は受けません。もちろん真っ暗ですけども、ちょうどいいんで、これで終わります。みんな頑張ってね、応援してる。